アルペンアウトドアーズチャンネルです。こんにちは、アルペンアウトドアーズ春日井店の小峰です。今日は焚き火について説明していきます。まず焚き火に必要な針葉樹と広葉樹の火持ち、小さくとろ火になっています。プラスチックを中に入れて、それでは焚き火に必要な用具を紹介していきます。まず焚き火に必要な、薪を割るのに必要なナイフや斧を用意しましょう。そして薪を割るのに必要な薪割り台です。こちらが焚き火台。また細かく割った薪を火をつけるのに麻の火口やファイヤースターターを用意しました。この2つは慣れないとなかなか着火が難しいので、初めのうちはこういった着火剤やあとライターがあると非常に着火がしやすいです。あと薪割りや火のついた薪を触るのに耐火グローブがあると手を守ることができます。そして重要なのが焚き火台シートです。この役割は焚き火台の下に焚き火台シートを敷いて地面を守ることができます。薪の種類について説明します。こちら大きく分けて薪は2種類あります。まず針葉樹、杉やヒノキに代表される薪です。特徴としては密度がないので軽く薪割りがとてもしやすいです。焚き付けも非常に早いですが日持ちが短いので長く焚き火をするには向いていません。こちらは広葉樹です。カシや桜などが代表されます。密度が高いので非常に割りづらいですが日持ちがいいので焚き火を長くするにはおすすめです。焚き火をする際は針葉樹と広葉樹が一束ずつあると焚き付けがしやすく日持ちがいいので長く楽しむことができます。では針葉樹と広葉樹の日持ちの良さについて検証してみたいと思います。今火がついている焚き火台があります。この上に針葉樹と広葉樹を乗せてどれくらい日持ちが長く続くか検証しましょう。それでは乗せていきます。カメラだと分かりづらいですが広葉樹の周りは火が小さくとろ火になっています。一方針葉樹はかなり強火になっていることが分かります。針葉樹の方が焚き付けが早いのが見て分かります。針葉樹は全体が黒く炭のようになりました。対して広葉樹はまだ白い部分が残っています。広葉樹にはまだ火がついていますが針葉樹はもう火がついていません。広葉樹にはまだ火がついていますが針葉樹はもう火が消えてしまいました。やはり日持ちがいいのは広葉樹です。それではいよいよ着火していきます。今回火がつきやすいように麻の紐を用意しました。火がつきやすいようにほぐします。これくらいふわふわになったら焚き火台の下に麻紐を入れていきます。そしてファイヤースターターです。ストライカーでマグネシウムを削り取っていきます。
では火をつけます。火がついたらフェザースティックを中に入れて火を移していきます。フェザーに火がつきました。そしたら細く割った針葉樹から徐々に入れていきます。火の通り道を作るように薪をくべていきましょう。焦って広葉樹をこの状態で入れてしまうと、広葉樹はまだ火がつきづらいのでうまく着火がしません。なるだけ火が安定して少し置き火になったぐらいで広葉樹を入れると火が安定します。最初に入れた針葉樹が燃えて傘がなくなってきました。やはり針葉樹は焚き付けは早いですが、日持ちが悪いことが分かります。焚き火台の下の方にある薪が置き火に変わってきました。そろそろ広葉樹を入れていきます。燃え残った炭がキャンプ場の場所で落ちていますね。直火や焚き火台シートがないと焚き火をした際にこういった小さな炭が残ってしまいます。実は炭って自然に帰らないんですね。キャンプ場や自然環境を汚してしまうので、必ず焚き火をする際は焚き火台や焚き火台シートを使うようにしましょう。よろしくお願いします。